縮み笹は稲か縮み笹族の多年層である。和名は葉の形が笹に似ていて、やや縮んだようなシワがあることから。茎は枝分かれしながら地表を這い、多数の葉をつける。葉は長さ3から7センチメートルの卵状楕円型で先端へ向かってやや細まり、先は尖る。葉の基部は幼少となって茎を抱く。根は茎の節ごとに出て、 茎を地面に固定する。花は秋に咲く。この頃になると、茎の一部は立ち上がり、先端から穂が出る。穂は高さが30センチメートルほどに達する。家系の上半分くらいに、まばらに短い枝が出て、それぞれの枝に少数ずつのコボがつく。コボは枝の下向き側だけにつく。コボからは3本の長い毛が生えており、その表面が粘つく。また、 開花時のメシベの中東の羽毛状の毛が目立ち、紫色の薬も比較的目を引きやすく、イネの花としては見栄えがする方である。果実が熟すると、コボの基部で外れやすくなり、その毛で多物に張り付く。動物などにくっついて分散を行うものと考えられる。よくズボンなどにも粘りついてくる、いわゆるひっつき、虫の一つである。コボは緑色であるが、 毛は紫色を帯、び、それに粘、ね、液がついて、キラキラしている様子は、綺麗と言えなくもないが、その後のズボンの様子を想像すると気がめいる、風景でもある。コボは、外見上は、卵上長楕円形。断面は円に近く、A はそれを巻くようについている。小花は二つであるが、第一小花は大化して、第二小花のみ完全。第一 A と、 第 2A は、コボの半分くらいの長さで先端に長いのぎが出る。第 3A は、コボと同じくらい長さがあり、やはり先端にのぎがある。第 4A は、第 3A と、ほぼ同質。旧世界の温帯から熱帯にかけて広く分布がある。日本では全土に生育する。森林内に生えることが多い。特に林園部には繁茂することがある。よく似たものに、チゴザサ、ササガヤ、 コブナグサなどがある。いずれも笹の葉に似た葉をつけ、茎は地表を這い回る。それぞれに別の属であり、穂が出れば区別に困ることはない。しかし、葉だけではそれなりの特徴はあるものの、具体的に区別点を指摘するのは難しい。また、それぞれに禁煙種もあるから、穂が出ないうちは判断は難しい。特に若いのがいじけていると何やらわからない場合も多いにある。 縮ミザサ族は世界の団体域に重数種がある。ありがとうございます。